そう、髪の毛ね変えたんですよ。ちょっとウェーブを入れて。毎回ねネックさんもいろいろと考えてやってくださって大変なんだよね。メイクさんこうやって髪の毛が変わったらその時でね初めてそれを触るわけだから大変なんだよね。いつもありがたいです。さあ今日は、ゲストの方はあもういつもありがとうございます野々村ゆき子さんとそして石井亮次さんとそしてカズレーザーさんですね。ちょっとね今日はちょっと暖かかったね。昨晩ちょっと寒かったけど。ありがとうございます。今日のひたすら試してはごま油です。結構ね僕やっぱりごま油とオリーブ家で使うこと多いんでいろいろとねでも知らないやつもたくさんあるんで自分が使ってるやつがここでかなりちょっと決まりそうな感じがしますね。そしてあそうだ今日ボイズビーはね中山いつきくんと北村仁太郎が出てくれます。なんでいつきくんだけくんつけて仁太郎だけ仁太郎くんも出てくれますんで。ああ関ジャニ∞のあのみんな大好きあの曲が流れますね。よいしょ、まあ、先週見ていただいた方もあのご存知と思いますけれども、パパ飯が終わりましてそこからあのありがとうの一枚を僕が読むという、コーナーに変わりまして、まあどんな風にね皆さんにこう日頃のありがとうをこうありがとうってねなかなかね言いづらかったりしますからね出れてお伝えしますんでねそちらの方も楽しみにしておいてください。まるちゃん元気ですか？と元気です。まるちゃんまるちゃんまるちゃんはい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 。ライブ楽しみですね。そう、関ジャニごともいろいろと徐々にお知らせものが、皆さんの元に届いていくとは思いますんで、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。実習が始まる。頑張れ。メガネエロい。メガネがエロいの？楽しみだった。ありがとうございます。仕事終わりにまるちゃん見れてるし、今仕事終わった人いんの？わお疲れ様です。ゆっくり寝てくださいね。でもサタプラもできれば見てください。無理にとは言いませんけれども。ああ子供が生まれて入院中見れてる。入院中に見てくれてんの？あ18歳楽しみ、ありがとう。そうね早く会いたいですな。あ、DVD ね。この間のライブのね、すごく大倉くんの演出が冴えてましたね。あ、免許取れました。何の免許ですかね。人を愛する免許ですかね。ありがとうございます。あ、仕事行ってらっしゃい。無理しすぎずね。お引っ越しの準備、そっか新生活、そうねまだだから段ボール積み上げられっぱなしみたいな状況もあったりするもんね。だって会社の覚えなあかん仕事のこう段取りとかもやってたりとかしてたら家のことねやってる時間ないみたいな。ちょっとこれ直しに行かなあかんねんな眼鏡多分またずれてきてんねんな。ほくろ取っていいですか？怖いですね。なかなかサイコパスな方がいらっしゃいますね。
そっか、やっぱこれぐらいの時間に出勤したりとか、ご飯とか作ったりとかしてんのかな、人多いからなかなか。パーンしてパーン。あ、花粉症か。まだ花粉症あんねん。何花粉なんやろ今。今何花粉ですか世間は。僕まだ花粉症になったことがなくて、近いもので言ったら寒暖差アレルギーみたいなものはねなったことはありますけど、なんか目が痒くはならないですけど、鼻水とかは止まらないみたいな、くしゃみとか。今日キンプリに浮気してくる。あ、楽しんで、気をつけていってらっしゃい。浮気って言い方良くないよね。キンプリも応援していますで良くない。あ、ヒノキ花粉ですか。ヒノキですか。家具としてはね高級なんですけどね、花粉としてはすごい猛威を振るっとるわけですね。山梨花粉多い。山梨花粉多いとかあんの。まるちゃんちょっと痩せましたか。痩せたのかな。まあ一時期に比べたらね。でもヘドウィグの時よりちょっと痩せてるかも。 EPA が効くと聞いた。そうね、18歳楽しみですね。さあ私もちょっと若干読み上げの読み上げというかありがとうの一枚のねコーナーのリハーサルにぼちぼち行ってまいるということなので、これからお仕事に行く方とかいろいろと新生活出勤前に片付けたりとか、ね、今日やる仕事とかを復習したりとか予習か。万年鼻水ズビズビ好きな語彙ですね。オノマトペがね私好きなんで。あー仕事向かってます。仕事向かいながら車の中とか電車の中とかなのかな。横綱、あ横顔か、横顔がいいの。ありがとうございます、はい、横顔、はい、よし。じゃあそろそろ打ち合わせ行ってきますので、皆さんも素敵な一日にしてくださいね。スタプラ見れる方はぜひとも後ほどよろしく。マスターズも楽しんでよ。マスターズね、あマスターズ楽しみながら待機してくれてありがとう。うん、じゃあまた後ほど液晶越しでお会いしましょう。ブラウン管って今言わないからね。はい、はい、それじゃあさよなら。行って、いやさよならというか後ほど行ってきます。Bye.